現れよリリーコング。なんだこれは？ははははは、今からお前を樽漬けにしてやるからな。覚悟しておけよ。ってことでどうも、三沢リオです。実況相方の味噌汁です。今回の企画はアミーボの育成、アミーボのリリーコングに、樽戦法を取得させる動画です。樽戦法とは、リリーコングの上必殺技。機に使うバレルジェットを悪用した、悪質極まりない最悪な戦法です。映像見てもらえればわかると思いますが、いやわかんねえよ。樽で激突した時の爆発を当てて、相手を撃墜したり、外れて飛んでいった樽を画面外で操作して、相手に爆撃して倒したりと、インパクト最強の樽戦法です。こんなの教育させられるアミーボくんかわいそう。果たしてアミーボリリーくんは、樽戦法及び、樽の操作を覚えてくれるのでしょうか？この飛んでる樽の細かな仕様は、別動画の樽解説動画を視聴してね。それでは行ってみよう。さあ、調教の時間だ。動物をいじめるな。どうでもいいけど、私が使うアミーボディディは、タルブラを築き上げたスマグラ4仕様です。目が言ってて草。タルにハマった時の顔やな。ただタルで突進させるのもいいですが、タルを外すためには攻撃を受ける必要があり、その攻撃手段として、下必殺のバナナを投げさせるよう、学習させます。なお、レベル上げる過程を全て見せると、とんでもない時間になるので、学習して変化が出てきたシーンや、学習させたい技やテクを押し付け、覚えさせてるシーンなどを、テンポよく抜粋してお見せします。レベル1桁は攻撃も全くしてこないので、ひたすらに樽をこするだけです。絵面がひどいな。このひどい戦法を覚えさせたる。さあ復帰してみろ。お、崖っかまず爆発したぞ。まだレベル低いのに見込みあるな。多分復帰がバッタだけでしょ。いや、レベル上がってるし、一応学習したってことなのか。アミーボの AI よくわからん。あれ、今樽やった？どこでやってんだこいつ。樽で突撃する時の飛び方してたね。学習してるっぽいな。ウオみたいじゃないか。いいぞ、最高だぞ。復帰する時はこうするのだ。よく覚えておくんだぞ。まだ全然攻撃してこないな。おい、上官何やってんだ。ミスり申した。しれっと2回死んでるやん。お前何煽ってんねん。そんなの覚えさせてないぞ。ってことで初試合終了。アミーボのレベルは6レベルに到達。しかし大きな変化はないので、もっと試合を重ねてきましょう。あ、そうだ。試合開始の挨拶を覚えさせないとね。ついに地上で樽したぞ。しかも試合開始と同時とは、こいつセンスあるな。やっぱり、その証拠にレベルも上がった。樽こそは出してくれるけど、地面へ激突はしてくれないね。やっても今みたいな、垂直に飛び上がるだけ。まだレベル低いし、これからなんじゃね。それもそうだな。一応復帰の際には、激突して爆発起こしてくれるし、焦らず調教しよう。さあ、レベルが2桁になりました。10ぐらいからアクション起こすようになる、とは聞いたことあるけど果たして。一瞬だけど攻撃してきたな。つかみからぶってたけども。さあ、お前の樽を見せてみろ。私は樽をこするぞ。そんな技教えてねえぞ。あ、バナナ出してる。確かにアクション起こしてくれてるけど、横必殺とか食う前とか、教えてないことやりだしたぞ。出せないバナナ出そうとしてるのくさ。さて、そろそろ樽を脱ぐか。イボ樽を外すのを脱ぐと言います。攻撃してくれるようになったので、そろそろ樽脱いでぶつけてみますか。さすがに早い気が。なんだそのだらしねえ。樽は、てかお前教えてすらない技振りなよ。さっきから横スマとか下強とか、ってすらない技を出すな。教師に反抗するとはいい度胸だ。そんな教え子には、もう気が狂うぐらい樽をしつけてやるからな。洗脳教育かな？うんこ、の試合は進展なさそうだ。さっさと倒して次の試合に。今頭上に樽があったか？いや、でもあれぐらいなら偶然かも。お、やるか？いけーだー。お、脱げた樽が。まだ簡単な当て方だけど、ようやく一歩前進したって感じだ。これは次の試合期待できるぞ。まずは挨拶から。挨拶は大事だぞ。こらよし、挨拶樽してるな。樽の使い方はともかく、樽出してくれるようにはなったね。この調子で突撃して爆発と、脱げた樽を操作してくれれば、高騰してた樽アミーボ買った私が報われる。知らんがな。おい、そんな技教えてねえぞ。樽の脱ぎ方と操作を伝授してやろう。バナナで脱げ、Lスティックで樽を操作しろ。スティック操作とか CPU に無関係なんだよな。落ちてるバナナで樽を。上官、落ちてるバナナで樽を脱げ、だ。アミーボも脱いだぞ。樽どこ行ったし。多分画面外でさまよってるわ。しかし見た感じだと、樽を出す頻度だけは間違いなく増えてる。ただ出すだけでも、樽を脱がせるチャンスが作れるし、かなり前進したんじゃない？真面目に脱げた樽当て続けたら、アミーボも同じことやってくれそうな気がしてきた。誰がしたスマやっていいって言ったかな？ダブル樽アタックすんぞ。ちょっと惜しかったね。よし、樽だ。樽をするんだ。俺の樽を脱がせ。ナイスバナーナ。これをこうするのだ。さあ、お前も樽を構えろ。私が脱がしてやる。樽を構えろ。いいぞ。よし脱げー。さあ、さっき教えたように操作を。私はここで待つ。もう一度見てみよう。今までと違って、間違いなく操作してる挙動だった。アミーボがこれやってくれるとは。樽で地面へ激突はしてくれないので、樽を脱がして操作をさせる。これを学習させようと思う。ただこれ、他の攻撃してるから、樽を脱がすためにやった攻撃を、学習しそうで怖いな。それはちょっと思う。バナナとか樽で攻撃すればよかったな。って後から思ってしまう。いいアングルだ。結構綺麗に動かしてるな。あとはあれが飛んでくれば、異常なレベル上がんな。それで、さて、時は少々たち、レベルが20になりました。果たして変化はあるのでしょうか？樽の突撃は相変わらず。で、あれ？これ失敗こそしてるけど、地面へ突進はしてるね。アミーボの成長を感じる。期待が高まるぞ。は？
誰がスマッシュで撃墜していいって言ったんだよなぁ。私が教えたいのはこういうことなんだよなぁ。アミーボのオタルくん、反抗期かな。タル脱げたから信じて棒立ちすると。反抗期ってか、一度スマッシュで撃墜したからか、それが正しい戦法だって学習したのかもね。実際正しいんですけどね。スマッシュぶっ破するし、タルも突撃はしてこないわ。30レベル手前で急に反抗期になるな。タル教育とかいう狂った教育更新受けてたんだし、そりゃ反抗するわ。お前をそんな子に育てた覚えはない。何度でも何度でも、私はタルを押し付ける。お前にはタルを覚えてもらうために高い金をつぎ込んで。アミーボの値段の話やめろい。あれ、なぜかレベル上がった。横回避でも覚えたか。いよいよレベル30突入。ここから学習の成果が出てくるって思ったけど、地上でのタルは相変わらずその場で飛び上がるだけだね。これは仮説だけど、ディディのタルは突き技として本来設定され、攻撃として使うってプログラムが AI に組み込まれてないのかも。納得した。そもそも突きで使う技だもんねこれ。ええ、じゃねえよ。さあ君もご一緒に、二人でタル発射外してんじゃねえよ。気を取り直して、バナナで脱ぐ。こいつを受けて覚えるんだな。今バナナとタルぶつかった。しかしタルは言っている。は、なんだ今の。レベル上がったと同時にタルで飛び上がり、飛んでるタルが激突して大爆発。意味不明。時が少し経ち、レベル33になったんですが、やたらタルをこすってくるようになった。飛び方は相変わらずだけども、タルミラーしてる感は出てきたな。わけわかんねえ。爆撃。はっ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 はー。今のタル爆撃、アミーボくん操作精度上がってる。この調子でタルの突撃も学んでくれれば。は、な、せ、誰がそんな投げ場教えた。誰に教わった。お前生き見たか。タルがネット見る時代か。さて、ここらで少しステージを変更しよう。お、挑戦状か。タルの操作は結構やってくれるから、タルの激突を覚えてもらおうかと。それさっき自分で言ってたけど、突き技として覚えるからネットにやらないだろうね。だからこそ、ダイアリにして直立飛びしても爆発してくれる状況を作ってみたんだが。なるほどな。台下でアミーボがタルすれば、台の上で爆発してくれるってことか。そういうことだ。さあ頼むぞ。お、いつもの直立だけど、少し角度加えてたな。何げ初めての、地上からのタル爆発だな今の。おい、ちっとも台下でタルしねえぞ。台付近で飛び上がるだけやぞ。そのまま台にぶつかるんやぞ。あお、タルがぴょんぴょんするんじゃ。こいつ台下で飛び上がっても、台上で爆発しない折り方してるんだけど、そんなに自傷ダメージ嫌か。当たり前なんだよな。さて、現在41レベルですが、先ほどの35付近とやってること変わりません。しれっと色変わってるな。あとこれリプレイからの映像なので、名前の表記はありませんって。そんなことはどうでもいい。40にもなってタルは直立飛び、脱げたタルの操作もやってくれるけど、命中率はいまいち、タルを器用に操作して爆撃、ってのは高望みでしたが、まさかタルの激突すらやってくれないとは、思ってなかったので誤算でした。想像してたのとちょっと違ったか。なのでタルアミーボ企画はお蔵入りに。なるかなぁと思ったけど、レベルが42になりました。先に言っておきます。ここからがアミーボの本気でした。教えてない技を振ったり、タルで垂直に飛んだりするのは相変わらずですが、タル脱げた後の操作や行動が露骨に変化しました。特にタルの操作は目を疑うものがありましたので、しっかりとお見せします。さて、42レベルから本気を出したアミーボタル、教官である私を超えてみろ。ふ、相変わらず地上でのタルはおババですね。なんだお前。まさかのタルを空中で2回転させて、爆撃させてくる。まさにオタル型ディディの理想的なバースト。半回転させたぐらいなら、あー偶然かもってなるけど。さっきの爆撃はお前が教え込んだやり方だ。これはタルを脱がせてみる価値ありそうだ。ほら、脱げ、ちょいちょいちょい。ほらー。いやそんな画面外から普通に当ててくるなんて。1試合で2回もしっかり当ててくるとは。かなり期待できるようになったので、全力でレベル上げてきます。さあ現在のレベルは49。最大レベルまであと一歩。うわなんだ今の。完全にタルミラーしたら起きる光景だ。今のこのアミーボ。いや、オタルは、脱げたタルに関しては完璧だ。ついにアミーボのことを認めたか。飽きてるのくさ。舐めやがって。おらー、熱い。え、何それは。まさかアピールタル操作やるとは。そしてこの突撃。お、突撃してた。まれだけど、突撃による爆発で攻撃してくるように。今までアホな飛び方しかしてなかったし、ちょっと感動だよ。感動する要素皆無なのに、てか当たり前のように、脱げたタルを1回転させてくるな。今のタルは脱げたタルを操作しながら攻撃も仕掛けてくる、そして爆撃もしてくるという脱げたタルの立ちの悪さを存分に学習してくれたよ。しれっとタルの対処も上手くなってね。こちらの脱げたタル爆撃を結構避けてくるようになったな。もう普通に負けそうだな。タルの操作なら私だってこれだけは絶対に負けられない。おタル神剣王に画面外でさまよってる脱げたタル爆撃、普通に上手いから反応に困るなあ。普通に負けてね。いぜ、1ストック差ぐらい何よ。こちらはタルのエキスパートだぞ。そのタルのエキスパートさん自滅してますけど。違うタルが勝手に。しかしレベル上がらないな。49のままだねこの試合。まあ終わったら上がるでしょ。お、やるか。いぜ、ってどこ行くねん。おいおいそんな間抜けな自滅、誰に教わった。あ、さっきの私か。誰に教わったそのスマッシュ。独学でしょ。さて、この試合終了後、ついにオタルが50レベルに到達。42レベルから本気だったオタルの、完全体とのガチ勝負の時です。
ここからはノーカットです。究極完全体アミーボータルよ。上官の私を超えてみせよ。今のオタルはタルのアッチステイト。ビビーコングの強さも持ってる。最強のキャラだ。タルしてるだけではかなわない。あれ？オタルくん、これ、動画の締めに使う。大事な試合だよ。まさかのレベル50でやらかし。しかも見たことのない自滅。オタルの前提期は42レベルだった。おいおい、私が教えてきた時間を無駄にするようなことはしないでくれよ。てか色戻ってるな。やっぱりデコカラーが良きだった。相変わらず地上でのタルは、よくわからん使い方するな。とはいえ時々爆風起こしてくるから油断はできないね。最初の自滅もあったし、もろに私のタルを受けてる。やっぱりガチでやる私のタルには遠く及ばないかな。ただお前と違ってスマッシュもちゃんと振るから足元すくわれるぞ。だとしてもこのストック差を埋めるには人厳しかろう。バナナ持ったな。投げてみろ。脱ぐぞ。お前の行き先は読めている。脱げたタルの強さはお前も身をもって知ってるだろう。おいアピールしてんぞあいつ。暇あればアピールしてたの。バレちゃうねこりゃ。何いらんこと教えてんだこいつ。でもアピール中にタルを操作して爆撃は結構有効な手段なんだぞ。野良オンラインでは使えない模様。オタルくん、私があれだけ教えたんだ。早くオタルのタルを見せてくれ。ねね、いいだろ。このまま最終決戦か、薄味で終わるのは許されないんだ。おっとタルの頻度が増えたぞ。どうまこっち来んなー。タルのクソみたいな落とし方。アミーボのレベル補正で火力も上がってるから、タルで30近くダメージ受けてるのやばすぎ。タルで激突こそはしないけど、定期にタルで飛び上がるから、とっさにタル脱いではカウンターしてくるぞこいつ。タルのタイミング読めないし、爆撃の威力アホだから、これはアミーボタルならではの特権だ。復帰もちゃんとしてくるな。復帰は召喚より上手いな。なんだとこら。綺麗なよカルシウム不足か。こちとら毎日牛乳飲んでるわ。いぜよビビーのスマッシュの威力じゃねえわ。お前のタルが処理されてるぞ。お前ちょっと強くなったからってなめんなよ。召喚切れる。それ帰れる。帰れるよバカにすんな。お前何しレッドガーケンタルしてんだ。タルをタルで返してタルしてる。おらバナナ耳痛い痛いって。へえカモン、タルトラップに引っかかるとは。油断してるなこやつ。あれだけ有利だったのに気がついたら同じぐらいやん。自傷ダメージもロッパーが痛いぜ。おいスマッシュすんなこら。鉄槌アピール映像。こいつ教えてあげた恩よ。あんな洗脳教育されてるんだ。あるのは恩じゃなくて恩だな。地味に難易度高いタルジャスがすんな。激突と爆発の2回判定あるから難しいよね。なんだその味しめ横スマブッパー。ビルさん落ちろ。さあ互いに残りストックは1。意地でもタルで決着をつけてやる。何その地面激突。ここに来て一度もやらなかったことするな。今の学習してたのか。タルの操作は認めてたが、地上からの激突爆発までやってくるなんて。これがレベル50の学習能力か。時々タルで激突してくるってのがフェイントみたいでアッチ性高いぞ。お前が望んだタルやぞ。ジェット噴射でもかなり痛い。上官お前、負けるのか？いやこの試合だけは負けられない。こいつの成長を見るだけでなく、バレラーことタルのプライドが敗北を許してくれない。タルに関しての執着が強すぎる。私を超えてみろとは言ったがあれは嘘だ。私を超えるなんてありえない。願望やん。お、タル合戦するのか？いいだろう受けて立つ。スマッシュで撃墜してくるお前に真のタルを見せてやろう。ブルーン、嘘だろ。UT4、今のは普通に神プレイだ。実戦でも使える高等テク。リプレイでもう一度。タルは今脱げて飛翔中。落ちてるバナナを即投げ、その後タルで爆撃する。あまりにも完璧すぎる。信じられるか？こいつアミーボなんだぜ。乾杯だ。お前はもう立派なおタルだ。結論、ビビーコングのアミーボにタルを学習させると、ある程度なら覚えてくれるし、タルも爆撃してくれます。立派に育ってくれたので、このおタルアミーボは別の動画や配信でも活躍してくれるでしょう。